タピオカがブドウなのかな。タピオカがブドウ味かもしれない。タピオカがブドウや。美味しいね。起きや起きやシーフードのカルツォーネとポテトとピンクグレープジュースです。アリエルのところにあります。じゃん、いちごストロベリーとガーリックシュリンプ味。これ箱は2000円ぐらいで2個入れれる味変できるやつ。どっちが好き？いちごが好き。絶対口臭くなる。これガーリックシュリンプめっちゃうまい。